トゥモローズクロストーク。すみません、もう一回ですか。すみません。今狙ったんじゃないの。すみません。いいですか。ね、今絶対狙った感じな。はい、狙いました。失礼いたしました。ツイストセットはもうかなり慣れましたか、皆さんは。あのこういう中途半端なセットはあんまり慣れてない。なんかすごい取ってついたよな。なんか持ち込んでくださったんですよ、いろいろ。まずは、森山康平役竹野内豊さんです。田中愛子役菅野美穂さん。ありがとうございます。よろしくお願いします。遠藤沙耶役小川珠樹さん、はい、よろしくお願いします。続きまして蓮見洋二役陣内孝則さん。古来より中国では蜘蛛を飲むと書いてワンタン。洒落た言い方ですね。陣内孝則です。原田和子役江戸晴美さんです。はい、はじめまして、江戸晴美と申します。よろしくお願いします。あの基本的にシリアスなドラマとして私は進行していればいいんでしょうか。そうですよね、困りますよね、チューニングがね。そうですね、シリアス、シリアスですよね、あれあれ。私ブルーリボン賞取ったこともあるんですよ。存じておりますね。まあ、軽く見られたら困っちゃうな、僕。失礼いたしました。ということで、じゃあちょっと緩急をつけつつですね、はい、まあ、逆に皆さんにつけていただいてちょっと助けてもらいながら頑張りたいと思います。すいません、本当に。で、まずなんですが、こちらダダン、トゥモローで初と書いてあるんですが、あの今回連続ドラマとしては竹野内さんと菅野さん初めて共演される。そうです、はい、初めて。菅野さんに対してどうですか、印象は。あのすごく、現場にいつも笑顔を絶やさない、周りの人たちにも気遣ってくれる、方ですね、はい。あの撮影が始まるまではどういう印象でした。静かな方なのかなって、あのいい意味ですごくこう明るくて、いいんですよ、笑い声がうるさいって言っていただいて、あのちょっとうるさいなと思って。逆に菅野さん、竹野内さんに対してどういった印象を持たれましたか。もの静かな方だなという印象で、あの穏やかな方だなって思っていたんですけど、でも、現場に入ってやっぱり穏やかな方で。晴美さんなんですけれども、連続ドラマにレギュラー出てるのは初めて。初めてです、はい。実際にこうレギュラーキャスティングということでいかがですか。はい、まずありがたいというこの一言でございます。こんな素晴らしい方たちと一緒に横並びにさせていただいているのかと身に余る光栄でございまして、もう菅野さんにお会いできるのが毎日楽しみで、小川さんの美しさ、そして竹野内さんのこのはにかんだ可愛らしさ。あの初日の日に、あの俺はね、なんか俺ちょ、俺当然次俺が来るもんだと思って、ちょっと構えたんだけど、はにかみながらグーとあのやってくださったのがとても嬉しくて。え、竹野内さんがですか。はい、あら、もう忘れで。あ、いや、もちろん覚えてますよ。あ、そうですか。ありがとうございます。そのなんていうかお優しい御心が大変ありがたかったんです。御心。仏みたい。ムードメーカー的な方はどなたになるんですかね。玉木さんが意外とね、すごい面白いんですよ。ね、リハーサル楽しかったですね。あと竹野内さんも穏やかなんですけど、竹野内さんはなんだかあのもう本当に声を荒げたりなさらない静かな方なんだけれども、人が笑っている場所とかに吸い寄せられていかれるようなところがおありで、あのなんかロケ現場とかでなんかこう仲良さそうに話してるなと思ったら市役所の人と話し込んでらっしゃったとか。あ、そう、そんなことあった。ありました。それでは最後になりますけれども、現在の気持ちを伺いたいと思います。まあ、なんとか私らしさが出つつ、まあ、この役柄ちゃんと任務を全うできるようにアクティングいたしたいと。ああ、出ちゃった。頑張ります。楽しい。楽しい。やりにくい。